前回まで抗不安睡眠薬についてやってきました。今回からは精神刺激薬についてやっていきます。注意欠如多動症 ADHD は不注意と多動衝動性を主な特徴とする状態です。自閉スペクトラム症や限局性学習症と同じく発達障害の一種です。 ADHD の臨床的特徴です。注意を集中するのが困難かつ落ち着きがないため生活に支障が出ます。 ADHD が発現するのは必ず幼少時です。米国精神医学会の診断基準では症状が12歳になる前から存在していることが要件の一つになっています。東京の児童を対象にした調査では ADHD の子どもの8割以上は診断されず見落とされており、そのせいで自尊心が損なわれていたり気分が落ち込んでいたりする可能性が指摘されています。小児期で ADHD と診断されていたものが成人期で ADHD の診断基準を満たさなくなる例も少なくないのですが、子どもの 5%、成人の 2.5% に ADHD が生じる旨が米国精神医学会の診断基準に記載されています。 ADHD の治療に精神刺激薬が用いられることがあります。メチルフェニデートはドーパミンおよびノルアドレナリン再取り込み阻害作用を有する精神刺激薬です。日本では1958年にうつ病、抑うつ神経症に対する治療薬リタリンとして上市されました。1978年にナルコレプシーにも使えるようになり、1979年に軽症うつ病に使えるようになりました。ところがリタリンには依存性があり、乱処方する医師や処方箋を偽造する者が現れ問題になりました。そこで1998年に通常のうつ病には使えないように効能効果が絞られたのですが、一向に問題は解決しませんでした。2007年10月に企業の自主的な効能削除申請があり、うつ病には使えなくなりました。その2ヶ月後、2007年12月により高額なメチルフェニデート処方剤であるコンサータが ADHD 治療薬として上市されました。実はそれまで ADHD にリタリンを適用外処方をされていたのですが、コンサータ発売とともにそれが許されなくなり、リタリンからコンサータへの乗り換えを余儀なくされました。コンサータはリタリンと同一成分ですが、薬価はリタリンよりも高いです。企業の自主的な効能削除申請の裏側に何があったのかをよく覚えておく必要があると思います。 ADHD 治療薬として安いリタリンを使えない今の日本の状況は非常に理不尽です。アトモキセジンは選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬です。1980年代からノルアドレナリン神経系の機能異常が ADHD の原因であるという理論が提唱され開発が始まり、2002年に米国で ADHD 治療薬として承認されました。2009年、日本で小児 ADHD への保険適用を取得、2012年には成人 ADHD への保険適用を取得しました。16人の被験者にアトモキセチン、メチルフェニデート、プラセボのいずれかを投与し、主観的な薬物指向性を比較した無阻害化二重盲検試験の結果、アトモキセチンには乱用の危険がないということが確認されています。メチルフェニデートは処方できる医師が限定されているのですが、アトモキセチンは一般臨床で使用可能です。グアンファシンはアドレナリン α2a 受容体に対して選択的な作用を有する本体性高血圧症治療薬として1984年に日本で承認されました。その時の商品名はエスタリックです。しかし売れなかったのか、2005年5月商業上の理由から販売が中止され、グアンファシンは製造販売されなくなりました。その後 ADHD 治療薬としての研究が進んだ結果、2017年に小児期 ADHD 治療薬商品名インチュニブとしてグアンファシンは日本に戻ってきました。2019年に成人 ADHD に適用が拡大されました。グアンファシンもアトモキセチンと同じく一般臨床で使用可能です。リスデキサンフェタミンはドパミン・ノルアドレナリン再取り込み阻害有利促進薬です。経口投与後速やかに吸収され、主に血中で活性体であるデキストロアンフェタミンに加水分解されることで薬理活性を発揮するプロドラッグです。2019年日本で小児 ADHD への保険適用を取得しました。成人 ADHD への保険適用は取得していません。精神刺激薬開発の経緯のまとめです。メチルフェニデート、これはもともと抗うつ薬でした。それがナルコレプシー治療薬としても使われるようになり、最後に ADHD 治療薬になりました。流通管理委員会があって
処方できる医師は限られています。アトモキセチンは最初から ADHD 治療薬として開発された薬です。流通管理委員会はなく、どの医師にも処方可能です。グアンファシンはもともと高血圧治療薬だったのですが、商業上の理由から一旦販売中止となり、その後 ADHD 治療薬として前戻ってきた薬です。この薬も流通管理委員会はなく、どの医師にも処方可能です。リスデキサンフェタミンは最初から ADHD 治療薬として開発された薬です。依存の危険があるので流通管理委員会があり、処方できる医師は限られています。今回は以上です。ご清聴ありがとうございました。次回は精神刺激薬の成績についてやっていきます。